毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹内ちゃんですね。竹内睦弘です。今日は3月24日です。今日は何があったかというと、壇の浦の合戦です。平家滅亡です。平家滅亡です。二の尼が安徳天皇を抱いて三中の神器を持って壇の浦からバーンとボスッとボスッと落ちたんですよ。三中の神器なくなったんですよ。そんなこと普通できますか？天皇の権威ですよ、三種の神器は。とりあえず鏡の箱がでかかったんで、なんとか浮いて鏡は奪還したんですが、剣の方は沈みました。勾玉も沈みました。まあその結果大事件になるわけですね。二の尼に安徳天皇は、おばあ様どこに行かれるんですかって言ったら、海の底にも美しい都がございますって言ってドボーンです。シャレなってないわ。だけど源頼朝は、全国から尼さんを集めて潜らしたんです。で勾玉を見つけたんです。勾玉は奪還です。だから鏡と勾玉は奪還したんです、なんとか。ただ剣は今も沈んだままです。もしトレジャーハンターが日本にいるなら、壇の浦で草薙の剣を見つけてください。私も潜りに行きます。それぐらいの覚悟です。それが壇の浦の合戦でした。これによって源義経は頼朝と決定的にアウトになります。頼朝が言ったのは、天皇を生存させろと、三種の神器を奪還しろということを勅命じゃないけど徹底命令したんです。それを義経は破ってしまったからです。これで頼朝と義経は完全に兄弟、仲悪くなったんですね。まあ兵士滅亡です。まあいろんな話いっぱいあります。壇の浦の合戦では八艘飛びとかね、義経が八艘飛んだとか、結構身軽だったようですね。いろんな、事件がありますが、これによって平家は完全に滅亡しました。まあ具体的には、義経が勝てたのは一つは敵方の水を引く過去、つまりね、輸送するために、ね、炉を引く人たちを撃ったということです。これは普通武士の戦いではやってはいけないことだったんですが、過去たちが撃たれたんでもう逃げたんです、中に、船の中に。だから平家の船は動けなくなってしまったんです。それが一つですね。もう一つは、源氏は水軍に弱いと言われてました。実は弱いと言われたんです。平家は水軍強いんですよ。だけどここに武蔵坊弁慶という男がいます。義経の側近中の側近です。この方いないって言われたんですが、最近ちゃんと資料で存在することが発見されています。実はこの武蔵坊弁慶というのは熊野水軍のトップ、熊野の別当丹蔵の息子だったんです。熊野水軍の丹蔵の息子だったんです。だから弁慶は勝つと信じてました。自分たちは勝つ。弁慶のイメージでいうと、牛若丸とね、五条の橋で
戦ったイメージしかないんですけど、実はあの時ね、五条の橋はね、落ちててね、五条の橋では戦ってないんです。五条の橋はなかったんです。戦ったのはその近くのはずです。ですが、面白い歴史ドラマを見れてよかったと思います。僕はあの、義経の戦い、すごい好きです。弁慶の忠義心、最後の弁慶の撃たれながら立って立ち往生して死んだ、矢を何本も浴びて立ち往生して義経を守ろうとした弁慶の気持ち、私はすごく素晴らしいと思います。そういったものを学べるところも歴史の楽しみですね。人生に一回ぐらい死んだっていいって時あっていいじゃないですか。僕はそう思います。僕は一体いつ死ぬか分かりませんが、そんな日が来たらいいと思います。笑顔で死んでいきたいと思います。それでは。